社会統計学とは、統計学を社会学などの社会科学に応用したもので、応用統計学の一種と考えられる。社会調査において用いる統計学と言っても良い。社会調査では、国勢調査などの例外を除き、社会の中のすべての人々を調査することはできない。そのためサンプリングによる標本調査により、データを得て分析を行う。そのデータから、 社会全体の状態や特徴を推定したり仮説を検証するために社会統計学を用いる。特に母集団と標本の関係について重視することが特徴である。その意味で推計統計学の一種である。また多くの分析手法は分析対象のデータが正規分布しているという前提に基づいているが実際のデータは正規分布とは限らない。 例えば社会調査における質問項目では場合によっては回答の偏りが大きくほぼ全員がはいと答えるものもあるそのような変数の分布を分析することはできないただし標本サイズが数百以上など大きいときは正規分布とみなしてもほとんど問題ないデータ分析の基本はデータの分布を解明することである心理学における実験は通常 標本サイズが小さいため、商標本理論に基づき統計的検定を行う。変数間の関連の大きさを検討することは少ない。むしろ統計的検定により、関連があるかないかを解明することを目的としている。このようなデータは暗黙のうちに、行為者はすべて人間として均質であるという前提があり、無作為抽出を行うことはなく、 現実には実験参加者のほとんどが学生である。そのため年齢や学歴などの効果を検討することはできない。社会調査データを用いる場合は、代表本理論に基づき何らかの多変量、解析法を用い、変数間の関連の大きさを解明することを目的とする。究極的な目的は、分析により、説明変数と非説明変数の関連を検討することにより、 社会現象が起こる因果関係を解明することである。社会学では実験計画が困難な場合が多いので、様々な変数をコントロールするための分析が発達している。多変量解析の手法としては、基本的な重回帰分析や分散分析のほか、対数線形モデルや多水準分析が特徴的である。説明変数と非説明変数を区別しない分析法としては、 因子分析や、対応分析、多次元尺度構成法等がある。SAS、SPSS、STATA、R 言語、S 言語、REM などの分析用ソフトウェアが用いられる。ありがとうございます。